まあ、このハムストリングがね、こうでちょっと実験してみると、今ここ 12、3センチぐらいあるんですよ。こうした時に今分かりますかね、つかない感じが、ね、あって、はい、で、先ほどやったあの頸頸骨ってね、あの頭の目の、すいません、こめかみのとこ、左のこめかみをちょっと軽く触っててね、はいはい、頭つけてていいですか、はい、でそれで今こめかみを触ったまま、これをやると分かります。あ、はい、こんなに変わっちゃうんですよ、うん、でこっちもこんな感じ、ね、はい、ちょっとね、ちょっと強めにはやってますけどね、こう今ついちゃう感じ、ね、でそれぐらい変わるってことは、その頸頸骨、さっきねお話しした頸頸骨に乗ってる脳下垂体っていうね、そのホルモン系のすごい中枢のところが、まあ、過去の薬だとか、まあ、電磁波的なものもあるだろうし、化学物質的なものもあって、ホルモン系のちょっと異常を起こしてる。だから今までは自律神経系も調整してきましたけど、このホルモン系も、影響していることが、そこ触って変化があるってことでね、確認できます。はい、ありがとうございます。